コンスピキュアス・ギャラントリー・クロスは、1993年に、先行賞として設けられた、イギリスのクロス賞。従軍賞や、記念賞を除けば、グレート・ブリテンー及び北アイルランド連合王国で、最も新しい勲章等である。敵前での勇敢な行為を対象とした検証における、第2レベルの賞で、1993年の英点制度改正に伴い制定された。 敵前において勇気を示したという授与条件から、ビクトリア十字章の直接会の章とされている。最初の受章者は、デューク・オブ・ウェリントン連隊のウェイニー・ミルズ五町で、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争における選考により1995年に授与された。受章者は、CGC のポストノミナルレターズを使用することが許される。章は、 銀星の月景冠の上に、クロスパティが置かれた構図の本体が、同じく銀星の紐と、小さな缶によって樹につながれている。本体表面の中央には、輪があり、ワ度は王冠が刻印されている。裏面は、無地で、受賞者の氏名と階級を呼び、所属部隊が彫られている。樹は、白地の中央に、クリームゾン、両端に細いダークブルーの線が入る。 サイド同等の選考を挙げた者の,のために、複数回の受賞を表す、飾り板が用意されているが、2012年3月、現在の A 陸軍公式サイトによるとその対象者はいない。エリザベス王大号生誕に100年記念式典の実行委員長を務めた、陸軍中将。左胸下と首に、ロイヤルビクトリア勲章ナイトコマンダーの正明と副将、副章。 左胸につけた三つの勲章等は向かって左から、大英帝国勲章オフィサー、ジェネラルサービスメダル、NATO のユーゴスアビア従軍章。ジェネラルサービスメダルには、メンションインディスパッチ、ユーゴスアビア従軍章には、クイーンズコメンデーションフォアバリューアブルサービスが、つけられている。イギリスの軍人に対する検証は、功績の性質により、オーダー及びそれらと同盟のメダル。 並びにギャラントリーワーズ、従軍賞、記念賞、永年金属、功績賞に大別される。オーダーは本来、中世の騎士団に由来、あるいはその制度に習った英典で、騎士団に入団することが栄誉とされ、騎士将はその団員将として授与されるものであり、騎士団員になったということは、訓意が与えられたことを意味している。そして、上級の訓意は、ナイトの釈意となる。 そのため、オーダーは、騎士団勲章と、日本語表記されることもある。しかし、オーダーの名を冠する章にも、帝国功労勲章や皇述する、こと功勲章のように個人の功労に対して、借位を伴わずに贈られるものもあり、これらは、功労勲章と区別して表記される場合もある。それに対してデコレーションは、個人の功績や栄誉に対して与えられるものであり、 日本の従軍記章や記念章に相当するものも含まれ、これらは概ねオーダーより、位に位置する。騎士団勲章の助勲は、階級や務めた役職が主要な評価基準であり、毎年各勲章ごとに定められた日に助勲が発表される。その中でも、バス勲章と大英帝国勲章の騎士団には、軍人枠が設けられている。 バス勲章は重要な役職を務めたもの、大英帝国勲章は、その他の職務において、功績のあった者が対象とされ、地位や階級に応じた等級に助される。また、他の騎士団勲章も、相応の職務を経験した軍人へ授与される。例えば、外地において民事に関する任務についたものや、他国との同盟に関して、功績のあった軍人には、聖マイケル、 成城寺勲章、自重武官や、愚部将校のような王室関係の役職を務めた、軍人には、ロイヤルビクトリア勲章が贈られる。それに対して、ギャラントリーアワーズは、個人の勇敢な行動を称えて贈られるもので、敵前での武勇を対象とした章であるコンバット、ギャラントリーアワーズと、敵前以外の場所での勇敢な行動に対する、ブレイブリーアワーズに代別され、 勇敢さの度合いによって、それぞれ、第一内視第四レベルの賞が設けられている。そして、受賞対象となった、行動の状況によって、ふさわしい賞が授与される。ブレイブリーアワーズは、作戦行動中の軍人に限らず、平時における、様々な行為に対しても、身分や職業、年齢、性別を問わずに送られる。レベル4の賞は、敗賞の形式ではなく、 他の気象の樹に取り付けるクラスプである。従軍賞は戦役に従軍した将兵に贈られる。各戦役時に発行されるものの他に、ジェネラルサービスメダルがあり、戦役ごとに飾り板が追加される。軍人の場合、レベル4のギャラントリーアワーズは通常従軍賞の樹に装着する。記念賞は、君主の刑事等を記念して発行されるもので、 近年のものには、エリザベス2世の即位25周年及び50周年を記念したジュビリーメダルがある。永年金属、功績賞には、現行のものでは、ロングサービスグッドコンダクトメダルとメリトリアス、サービスメダルがあり、ロングサービスグッドコンダクトメダルが15年、または18年以上の金属の可視感、 メリトリアスサービスメダルは27年または24年金属以上で先行以外の功績がある可視化に贈られる。その他にレベル4のギャラントリーアワーズに相当する先行以外の功績に対して贈られるキュィーンズコメンデーションフォアバリューアブルサービスがある。コンスピキュアスギャラントリークロスと役割を分担することのなったこと公勲章1993年の 英転制度改正は、勲章等の授与条件から階級を撤廃することが主要な目的であった。そのため、軍人の検証体系が大幅に変更された。主な改正点は、各勲章等の授与条件から階級が撤廃され、将校のみとされていた章が全階級に授与されるようになったことであり、それに伴い歌詞館、併用の章のほとんどが廃止されている。 また、軍人専用である、先行賞だけではなく、歌詞館、兵や、これに相当するような社会的地位の低いものを、対象としていた大英帝国メダルも、英本国での運用が廃止され、大英帝国勲章メンバー賞が授与されるようになった。レベル3のコンバットギャラントリーアワーズは活躍場所と、階級により6つの賞が設けられていたが、それ以外の授与基準に際がなかったため、 活躍場所別の3つの賞に統合された。また、ブレイブリーアワーズやレベル1及び4の賞にはもともと、階級の条件がなかった。一方、レベル2のコンバットギャラントリーアワーズは、将校用と歌詞館、併用で、授与基準が違っていたため、単純に統合するわけにはいかなかった。従来、3軍の将校を対象としていた第二レベルの、 コンバットギャラントリーアワーズであること公勲賞は、授与基準が戦果とされていた。しかし、戦果への寄与の形態に関しては、条件がなく、可視感、兵のディスティンギッシュとコンダクトメダルやコンスピキュアス、ギャラントリーメダルに値する行為と同等の勇敢な行動を証拠がした場合にも授与されていが、優れた指揮統率をした者が授与されることが多かった。実際、 過去には有名な指揮官の多くが受賞している。そのため、レベル3と同様に昇校用のものへ統合し、従来の対象となっていたすべての選考に対して、授与することとした場合、勇敢な歌詞官、兵も優れた指揮官と同じ、こと公勲章を受賞することになる。そこで、レベル2のコンバットギャラントリーアワーズは、選考の内容によって2つに分けられることになった。 このようなことから、ことコ勲章からも、将校の条件は撤廃されたが、新たに、敵前における、優れた、リーダーシップという条件が加えられた。そのため、改正後も実際の受賞者は、ほとんどが、上級将校である。そして、従来勇敢な行動によって、ことコ勲章が授与されていたケースと、ディスティングィッシュとコンダクトメダルやコンスピキュアスギャラントリー、 メダルの対象に対しては、新たな賞を設けて、それを当てることとなった。このような理由から制定されたのが、コンスピキュアスギャラントリー・クロスである。青の枠で囲まれた部分が1993年の制度改正により新設された賞。赤い枠で囲まれた部分が1993年の制度改正による重要基準改正の対象。 グレーの枠で囲まれた部分が1993年の制度改正による廃止の対象。ABCD 勲章等の序列では、ジョージメダルよりエアフォースクロスの方が上位となっている。ありがとうございます。